はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。今日は7月25日、木曜日ですね。ツリー。ツリー。ね。ツリー曜日。ああ、ね。なんですよね。なんかもうのっけから壊れてますよね。ね。なんか日経平均も壊れてますけどね。面白いですね。面白くないですけどね。まあ、なので、私もですね、今日はですね、実は、今、こんにちはなんですよ。こんばんはじゃなくて。本当はね。今日今からこれちょっと YouTube 収録してしもうてですね。それから税理士さんとこ行くんですよね。ちえちゃんって言うんですけど。ちえちゃんね。で、ちえちゃんと親しくちょっとぐちゃぐちゃ話してですね。その後ですね、会食があるんですよ。ラブちゃんが横に来ましたけどね。ラブちゃん、尻尾。それでですね、その後、その会食ですね、なんていうんですか。ちょっとまあ、深いお話も、ちょっといろいろあるかもしれないので、結構喋るでしょ？なんで、まあ、しょうがないですから、もうちょっと早めにね、収録して、あと帰ってきたらもう編集するだけということで、ちょっと私、若干病み上がりなもんですから、まあまあ、お酒はちょっと飲まずにですね、なんか大分料理のですね、大分ですよ。別府とかね。はい、そういうのがある。大分料理のお店がね、この間見つけたのがあるんですよ。駅のすぐ近くにね。いいおかみさんがやってましてですね、そこにちょっとね、二人です。一人ね、女性じゃないです。男性でございますよ。男性ももうおっさんです。50ぐらいない。相当若い頃はイケメン。まあ私の元部下だったんですけどね。相当イケメンだったんですけどね。もうすっかりおっさんになってます。ね。ということでね、ハゲてはいないんですけどね。もうそれはね、あれなんでございます。で、今日はもうそういうことでですね、お腹も開けとかなきゃいけない。いろいろ大変なんですよ。これで今日ですね、これね、ピカールのね、私ピカールをちょっと買いだめしてんですよね。これバゲットね。これが美味しいんですよ。ほんとね、騙されたと思って食べてください。ね。フランス産の小麦ってね、でしかもパリで作ってですよ。パリかどうか知りませんよ。ははね。で、もうフランスで作ってですね。で、冷凍してこう空輸してるんで、空輸かどうか知りませんけど、まあ空輸でしょうね。送ってくるんですよね。で、これがですね、ってんですよ。こういう風なパッケージに入ってね。このドゥ・カンパニュチュー、カンパニュチューやつね。ピカールって、これ美味しいんですよ。ほいで、ついでにですね、バターもですね、フランスのね、これ、レスキューレ AOP バターって、まあ、私が使ってるのはこれ、銀色のやつの食塩を使ったやつなんですけど、結構食器が辛いんですよ。まあ、ちょうどいいっすよね、それをね。レスキューレは1884年に設立された老舗の乳製品ブランド、オフランスです、オフランス。3500以上の酪農家と契約し、シャラント・ボアトゥで育った牛から、搾乳したミルクだけをね、用いてバター作りを行ってますと。これね、フランスでバター美味しいんですよね。なんでですかね。めちゃくちゃ美味しいんですよ。エールフランスに乗った時にですね、エールフランスの気合に出るバターね、食べ放題ぐらいくれるんですよ。これでもうね、パンとバターをね、べちょべちょつけてね。あとチーズも美味しいっすよ、エールフランス。あれ、もうね、私シャンパン飲めないもんですから、その時なんすか、なんちゅうんですか、ビジネスクラスっていうんですか、それで行ったんですけど、そしたらお酒飲める人もシャンパン飲み放題なんでね、結構いいシャンパン出すみたいなんですよ、エールフランスは。私はよくわかりませんけど。これも私の方はですね、どっちかというともうチーズとかね、バターとかパンとかね、はははね。それで料理も結構やっぱさすがオフランスでね、お魚を中心として常に注文してたんですけど、エールフランスは凝ってます。食に凝ってますね。ね。お姉ちゃんはそれほどね。ね。スッチーのお姉ちゃん、スッチーって今言わないですよ。キャビンアテンダントね。CA さんね。でございますけど、まあそれほどでもなかったですけど、まあ、このレスキューレッチャーですね。これ。これをつけてですね、ピカール食べて、まあちょうどいいぐらいですよね。それとこれからね、まあ、なんていうんですか。まあいろいろとひとしきり。3時間ぐらいお話しすることになるっすかね。まあ、6時に集合して、まあ、終わるのは9時。走行しているうちに9時半、10時というふうに、まあ、なっていくわけですよ。そうなるとそこからね、収録するのは大変だということで、まあ、送ってるんですね。ちょっとちなみにね、これね、山梨県立美術館、種まく人ね。フランスはミレーね。これもフランスですけど、まあ、言ってみたらこれ、株式市場の私でございます。バーッと種をね。ははは、ですね。これたくさん巻いてないですけどね、あれ、これはね、大事なんですよね。バルビゾン派っちゅうんですかね。うん。まあ、今日はそういうね、ことで、まあ、お話がね、看板のお話になっていくわけなんですけどね。それでですね、なんちゅうんですかね、ラブちゃんね、ラブちゃん忘れたらね、怒られますからね。今日もね、へそ伝してます。
全く動く気配がないです。ちょっとね、たまんないでしょ、これ。見てください、これ。あ、これね、しっかり私を見とるんですよ。もう全く動き合えないですよ。暑いな、みたいな。暑くないよ、ラブちゃん。また暑いのか。温度違うもんね。なんかでしょ？おにぎりみたいでしょ？長いおにぎりみたいな。なんかね、頭がえらく小さいですよね。尻尾は太いしね。それであの、これ乳首が6つあるんですよね。これよく見えますよね。ラブちゃんの場合。6個。6個乳首あるよ。ラブちゃん。こんなにはっきり乳首がわかるね。位置がわかる。にゃんこは私も初めてですね。それだけ毛深いということなんですよ。毛が密生しとるということなんですよね。まあ、ラブちゃんね、否認しちゃったんで、もうね、お子様には恵まれないんで、ごめんね、ラブちゃん。ね。否認しないのはないでね、こう、大変なんですよね。にゃんこはもう盛ってね。冬時に盛るんですよ。もう大変なんです、あれ。にゃー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 ね。そういうことでね。ラブちゃんでございました。癒されましたでしょうかね。はい。それで今日のですね、日経平均株価ね、まあ、表題にもありますように。これね、でもね、まあ、ずーっと、ここ7連続下げですよね。営業日ね。営業日で言うと。すごいっしょ。7営業日連続下げ。ついこの間まで4万2000円だったんですよ。4万2000円。そこを、宵の明星としてですね、昨日の話じゃないですけどね、日経新聞の。ダダダダダダと下がって、今日はもうね、クライマックスみたいな、1285円ね。あっという間に37,869円。今日 3.28% 下がってますね。それでトピックスも83ポイントと、もう大きく下がっちゃいましてね。また2600ポイントこれ戻ってきますね。グロースはあんま下げてないですね。マイナス7ポイントぐらいなんでね。やっぱね、犯人はね、そう、半導体市況ですね。それのやっぱちょっとね、不安感ね。これが出てきたっていうことと、それからまあドル円ですね。これがまあ、円高方向にまあ動いてると。今日もね、1円14銭ね。今マイナスしてまで152円台ですもんね。大変だって感じだね。なんか、輸出企業がね、ちょっと桁吐いた利益が出るはずだったのが出ないんじゃないか、みたいな。しかし、これも相当な、まだ円安なんですよ。ね。110円の時に比べたら。とりあえず110円とら長かったでしょ。私はよく覚えてますけどね。現役時代はもう107円とかに、ね。あれはもう100円を割るか割らんかみたいなところ、もうね、早く為替を抑えろみたいな。ね。そうすると、まあ、ある意味 FOB で言うと安く輸入できるわけですよね。で、やっぱその中国からとかね、まあ、いや安いものを輸入してですね、安売りをするというビジネスはですね、やっぱ、決して幸せにならないです、やっぱり。ね。だからまあね、ちょっとね、まあ、そういう円高時代が来てもね、結局給料も上がらないでしょ？ずっと上がってないじゃないですか。あれで、やっぱ、円高だったからなんですよね。だって、どんどん海外から安いものが入ってくる。だから、安売り競争は、ますます過熱すると。ほんで、果てはですね、義烏ってあるんですよ、義烏って。正義の義にですね、カラスって字書くんですけど。あそこはね、もうすごいんですよ。浙江省でしたかね。もうとにかくね、安物がいっぱいあるんですよ。安物のね、もう巨大基地なんですよ。ビル何棟もあってね、そこにもう大小様々のね、店が連ねて、まあ一種の問屋さんなんですか、こう、メーカーなのかよ、の出店なのかよくわかんないですけど、あるんですよね。で、そこ行って物を仕入れてくるんですよ。ほいで、ダイソーもね、だいたいそこ行ってます。だけどダイソーはね、私の時代はですね、ダイソーがその現地に行ったという話は聞いてないんですよ。ダイソーの手先の、手先の業者さんが、義烏に買い付けに来てたという話を聞いてます。はい。ですから、ダイソーで100円で安いなと思ってるかもしれないですけど、義烏で作ってるもんなんて、まあ、はっきり言ってですね、環境意識とかそういうのとかもね、ないし、実際あれじゃないですか、テムって有名な安売り店ね。前見たら、女性用のパンツとか、パンツってのは、パンチですよ。あのとかでも、発がん物質が混入されてるとかね。もうそう、複数それがあるっていう話でしょ。だからね、そんな気にしないんですよ、中国人は。もう、安くできればそれでいいあるよ、みたいな。ね。だから、ER 算数、僕たち儲かればいいあるよ、みたいなね。そういう感じなんですよ。だから、そのね、一般常識というか、人の善意に信頼するというようなことはですね、中国との間の、貿易関係には難しいんですよ。だからもう、場合によって手抜きをしないように、べったりと、工場に張り付いてないと、すぐ手抜きされたりするような、そういう経験がございます。あくまでも経験です。一経験談ね。それが全部そうだとは言いません。
ということで、まあ、ちょっと円安進んでますよね。なんかいろいろ無理しなくても、なんか、なんか河野デジタル大臣とか、茂木さんとか、あと何ですか、あの、トランプがどうとか言って、そんなんでこう、なんかね、きっかけでこう、こんな風になるんですよね。でもこれがずっと続くかどうかは、まあ、ちょっとわからないですよ。為替は本当わかんないですよ。ね。で、これで大きく負けてる人いると思いますよ。大変ですよね。175円を目指してたのに、みたいな。あれーみたいな。破産したみたいなね。そういうことですね。ただ、債券の方ですね。これはやっぱかなりね、抑えにかかってますよね。日銀さんね、ここも 1.1 行きましたんでね。今日の1時29分に 1.1 行きますね。でもさ、抑えなきゃということで、ビャーっとこう連続差し値オペやって、で、抑えて 1.091 で、また上がってきたもんですから、また抑えてこう、だーっとか、だだだだだって今 1.07 になってるんですよね。もうすごい、あの、国債の買いでやってますね。金利ですね。それから日経 VI めっちゃ上がってます。22ポイントね。15.83% 上がってます。3ポイントも1日上がってすごいですよ。だからもういかにね、うろたえてるかですけど、あの、これまだ暴落じゃないです。うん、私思うにですね、まあ暴落というのは3、まあ、あれですね、こう3万5千円とか、ね。それぐらい来ないと、暴落にならないですね。まあ、値幅がね、大したことないんで。まあ、やっぱり、そう、まあ、3万円を切るかどうかっていうのもちょっとわかんないですけど、まあ、なんか場合によったらね、3万2000円とか、なんかふわっと見えてきますよね。だからね、やっぱ含み益って大事なんですよ。まあ、後でまた言いますけどね。はい。それでね、これはダウなんですけど、昨日ですね、ダウは504ドル下げて、で、ナスダックが良くなかったんですよ。654ポイントね。これやっぱりあの、なんかどっか、そうですね。どこが悪かったのかな。まあなんか、テック関連良くないんですよね。テスラが良くないとかいう話でしたよね。で、あの、パナがついでに下げてるみたいなね。そういう話ですよね。まあそんなことなんですね。それでまあ大きくこう、下がってるんですよね。で、まあ、それで、まあ、ここに反応しますんで、今日日経平均は、まあ、大きく下げたというようなことですね。で、今、先物はちょっと上げてますけどね。どうなりますかね。わかんないですけどね。それから、ユーロドル 1.08 ね。まだ変わってないですね。ドルインデックス 104.3。これもあんまり変わってないです。原油がじわじわ下がってます。76ドル。いいですね。ビクズ恐怖指数ですけど、変わらず18ということで。まあ、ちょっと一頃よりは、アメリカもですね、上がって、出ますね、恐怖指数がね。うん。そんな感じでございます。でですね、ニュースなんですけど、テスラの EV 事業、ロボタクシーの夢砕くと、なんかよくわかんないですけど、今一つみたいですよね。中国に攻勢かけられてますからね。それから、まあ、ルイ・ヴィトンがね、良くないですよね。LVMH ね。高級ブランド株大幅安ということで。ここに全部発信源は中国です。ね。バーバリーもそうですしね。だから中国に行き過ぎたらね、ダメだったんですよね。上手にコントロールすべきだったんです。だから今でもですね、日本株もですね、特にあの中国で消費税を扱ってるところ、それはやっぱ気をつけた方がいいですよ。次はあなたですっていう感じでね。次はあなたです。永遠はありません。中国はこれからめちゃくちゃ貧乏になりますよ。本当に。これで人民のことをですね、近平ちゃんは考えてくれないですよ。一切。ですから、飢え死にが出ようが何しようがね、もう、平気ですね。共産党が守れればいいんです。そういう考え方ですから。共産党と我が身がね。そういうことだよ。ですのでね。だからまあ、中国は早く引いた方がいいですよ。今、円安なんですから。なんだかんだ言ってね。ということですね。で、日経平均ですね。ここ、14時の段階で、ディスコとかね、あと、レーザーテックとか、東京エレクトロ、こういうのが、まあ、売買代金トップで、まあ、当然売られてます。全面安ですよね。それから、オバマ大統領ね、元大統領。これは、ハリスさんの支持を近く表明すると。まあ、なんか、沈黙してたんですけど。なんか、なんでですかね。よくわかんないですけど。それから、新型コロナ移送業務入札で談合があったと。旅行会社5社を指名手した。よくわかんない。経産省ね。揺らぎ始めた史上最大の半導体株バブル。原因は AI と。よくわかんないな。AI のアルゴが反応したんですかね。きっと。これでもって、自動売買で、どんどん売りが出たという。そういうことありえますよね。それから窓に太陽電池を取り付けた発電ね。なんかベロプスカイトとかなんかその辺ですよね。これはなんか夢みたいな技術ですよね。それから日産の第一四半期の営業利益大幅減と。10億円と。やっぱ日産ダメですね。
だから自動車わからないでしょ、本当に。だって電気自動車の言うでしょ、一応日本じゃね。まあダメなんですよ。まあ、中国とね、あの価格競争やったら負けますから、中国での販売量が伸びないですよね。それからですね、キャノンが通期営業利益を4650億円に引き上げたと。あ、これはいいニュースですね。キャノンね。複合機とかね。なんか、ミノルタかなんかと一緒になんかやるようなね、開発も。そんな話ですよね。それから、はい、米大統領選、トランプ氏再選なら、米長期金利上昇するんじゃないかと。まあ、クイックの討論会ですから、まあ、どうでもいいですけど。それからですね、これは、まあ、日経平均1285円安と史上9番目の、あ、9番目なんですね。こういうの好きですよね。これ、どこですか、これ。日経新聞じゃないのかな。まあ、史上9番目の下落幅と、売買代金1ヶ月分に5兆円超えと。あ、まあ、そうですね。まあ、とにかく早く売らなきゃということで、みんなから狼狽売りをしたら、売買高が膨れ上がったっていうことですよね。でも買った人もいるっていうことですからね。ははは、面白い。で、ということは、それがいいか悪いか、まあ今日私も買ってるんですけどね、実は。ね。まあなんとも言えないですけどね。それで、まあそのとこですかね。まあ、はい。で、今日のですね、お題はですね、まあ、日経平均暴落の始まりかっていうね、なんかまあ、キャッチーなコピーを一応つけてみたんですけど、まだ暴落じゃないですけど、しかしながら、これがね、崩れていくとですよ。でもね、大統領選挙あるでしょ。で、やっぱね、株価ってね、大統領選挙がある年っていうのは、やっぱ、基本的にはこう、上げにかかるんですよね。だから、まあ、このね、まあ、アメリカ暴落したら日本も暴落しますから、間違いないですから。だから、そこまでは行ってないかなと、まだね。そういうふうに思いますけど、ただ日本だけがなんか突出して一時期上がってたことがあるんで、その分が剥落する可能性はなんかあるかなと思うんですよ。そうすると、まあ3万5千円ぐらいまではなんか行くかもしれないなと。わかりませんよ、これ。私の単なるドタカンで言ってるんですからね。それでですね、今日この下落してる状態でですね、ずっと差し値をしてる銘柄がいくつかあるんですよ。私。ね。あるんですけど、そのうちですね、一つがですね、刺さりましてですね、なんていうんですかね。これね。ちょっと、これちょっと更新して。まあ、とにかくもう真っ青です。真っ青っていうのはマイナスですね。もうほぼ全面安じゃないですか。上がってる株なんかないと思うんですよ。こうなるんですよ。だからね、震源は基本的には半導体関連なんですよ。だけど、半導体関連で、要するにまあ損しますでしょ。そうすると、その全体をですね、売ってですね、例えばその信用取引とかやってる人も、まあ、お衣装かかってきますよね。だから、やっぱ、儲かってるのを売ってね、それで要するに、まあそこを埋めなきゃいけないとか、そういうことも、まあそういう事情もね、あるでしょうし。やっぱこう、連れ安っていうのはこれ起こるんですよ。不思議なことに。特にこのウェルスナビとか、これあれですから、資産運用ですんでね。こういうのは、マーケットが弱くなってくると、やっぱこう、弱気に見られるんですよね。当然そうですよね。なんか辞める人が増えるんじゃないかとかね。この時辞めちゃダメなんですよね。一定がこうずーっとこうドルコスト平均で積み立っていくんですから、ここでやめたらダメですよね。下がった時こそ、ちょっとずつ買っていかなきゃいけないですよね。ということで。で、今日私が追加したのはですね、やっと買ったんですけど、シンクロフードね。刺さったんですよ。なんか、これで。490円で。今日11円下げてますけど。なんか PTS、さらに下げてますけど、なんかニュースでもあったんですか？ニュース。悪いニュース。ないですよね。飲食店 .com の登録ユーザー数30万件突破。こうですね。チャット GPT で物件情報ですよ。自動入力するとかね。いろいろ新しいことやってますよね。で、これは動画をですね、撮ったんで、それを以前ね、撮ってますんで、3銘柄ってやつ、日曜日でしたっけね。それを見ていただくといいと思うんですけど、私はもう面白いなと思ったのはキッチンカーなんですよ。キッチンカーね。キッチンカーはいいな、この商売は、みたいな。PR15 倍だしね。で、見てるのは、ミックスケースではなくて、PR とですね、それからですね、営業利益率なんですよね。これもうすごいっすよ。もう 30%、29%、33%。こんな儲かる商売、ないっすよ。ね。なので、もうこれたくさん持つ必要ないっすよ。私もちょっとしか持ってないっす。ちょっとです。しかしながらこういうのがですね、ぼわーっと増加した拍子にですね、注文ね、伸びていって、売り上げも利益もね。キッチンカーが切り札になるかもしれないなと正直言って私は思ってるんですよ。ね。海外からこうなんかね、不法滞在で来たりするじゃないですか。ね。いっぱいいるんですよ、今でも。日本の入管法の方が適当なんですよ、はっきり言って。ほんで、そうするとですね、そういう人たちがほら、何ですか？このキッチンカー使ってね。うまいこと日本人の名義なんか借りてね。ほいでまあ、そのキッチンカー使って商売するでしょ？そういうこと起こると思うんですよ。で、そいつら、そういう人たちを使ってね、なんか、
10人ぐらい使って、うまいことを商売したろっていう、そういう考えの人もいると思うんですよね。ね、お金持った人はね、なんか不法滞在者を10人ぐらい使ってね、キッチンカーでね、結構、でやらして、自分は汗をかかずに儲けようというね、そういうね、まあでも、ちっちゃい頭も使わないといけないですよね。まあそういうことなんですけど。で、このキッチンカーがね、いいなぁとって。で、まあ私ですね、ずっと差し値してましたらですね、この下落相場で悪いことばかりじゃなくて、こういういいこともあるんですよ。タグを刺さりましてですね、おめでとうございますという感じですね。ということですね。なんか松本さんも、なんか、買い増しをしたとか、なんかおっしゃってました。さすがですよね。あの方。本当に。日曜日のあの3銘柄はすべて、なんか揃えたとおっしゃって、ね、コメントを寄せておられましたけど。すごいですよね。これ下がったところで買ってくるっていうのはやっぱもう大したもんだと思いますね。やっぱ百戦錬磨というところですよね。まあでももっと下がると思う。で私はね。そういうふうに思うんですけどね。今他にもいろいろ指してるやつあるんですけど、まあいいんですよね。はい。それでですね、今日はちょっとまあ時間もあんまりないので、ゼリーのとこ行かないで、チェちゃんとこね。チェちゃんですよ。一応ね、慶応大学出身なんですよ。チェちゃんね。私と、チャンネルよく聞いてるんですよ。書き込みはしてくれないんですけどね。それで税理士なんでね。でもちえちゃんにですね、ちょっと上場会社の例えば税国家会計とか連結会計制度とか聞くとね、すいません、私わからないです。確かに勉強もう一回したんですけど、使わないんで覚えてないんですが、言うんですよね。可愛いでしょ、なかなかね。もう50ぐらいなんですけどね。まあ私からしてみると、まあ娘みたいな感じですよね。はい。それでですね、今日時点でですね、含み益は 102.5% でございます。ね。110% あったんですけどね。7.8% ぐらいいましたかね。まあでもね、まあ2倍あるでしょ。2倍なんですよ。ね。それで、現金が 43.9%。今日はこのシンクロフードを買いましたんでね。その分が、前回 45.5 でしたから、シンクロフードを買ったことで、ちょっと減りましたね。それからですね、実現益ですね。これは変わってないですよ。18.7% ね。それでこの考え方ですね。もう一度ちょっとおさらいをしておきますけど、これですね。しつこいですよ、私。これね、含み益主義なんですね、私。だからもうこのもうちょっと多少下落してもね、全然慌てないんですよ。だって、ね、今株式に投資している、まあ元金のですね、一応その倍のこう、まあ、含み益あるわけでしょ。まあもう、当てる必要ないじゃないですか。まあ、あと 50% ぐらいね、なったんですかね。マーケット下落してくれても、全然大丈夫だぞ、みたいな。そういうのあるんですよ。だから、安眠できるんですよね。だから、皆さんにです、ぜひですね、この含み益主義ね、もう、ちょっと利益が乗ったらすぐもうそうね、利益確定して、よかったみたいなね、10万儲かったとかね、5万円儲かったとか、そういうことをやらずにですね、やっぱこう、種を小さく植えてですね、コツコツとこう水やってですね。で、こう、なんかこう、たわわに実らせて、で、それをプールして、危機の時も備えるというようなですね、そういうことをやっていただきたいんですよね。ね。それが一番、あれです、幸せですから。ね。ということで、ちょっとおさらいですけど、この、含み益主義のですね、この資金ですね。私の資金、これ2020年1月末で、まあ、もっと前からね、私は、株式投資2001年とか2002年とか、まあ、とにかくそのくらいから始めてるんで、どっかで蹴りつけなきゃいけないんで、これ2020年1月末でですね、資金を認識してます。で、この時に株式に投下してた資金と証券口座に待機してる資金。これを X マネーとね。金貨みたいでしょこれね。という考え方ですね。で、含み益というのはですね、現在ですね、株式に投下してる資金に対して含み益です。ですから、102.5% というとですね、まあ、2.025 倍ということですよね。投下資金に対してですね。で、大体ですね、今、この投下してる資金っていうのは、この X 万円、この時の X 万円ね、をですね、越してます、相当。だから、ここね。で、今日またね、投資しましたんで、さらに、この X 万円以上にね、この、要するに、株式に投下してる資金が増えてるということなんですよね。だ含み損を抱えるのは一番良くないんですけど、まあもちろん銘柄によって含み損も、大きな含み損もあります。しかしながら、まあ、気にしないですね。トータルが、プラスであれば全然問題ないと。それから現金比率ですけど、これはですね、この2020年の時点のですね、資金 X 万円のうちですよ。だからあくまでもこれ分母ですね。この X 万円がですね、どれだけ成長していったかと。この2020年1月末以降にね。それを毎回、まあ見ていきたいということですね。それでですね、
今ですね、この現金比率を 43.9% と申し上げましたけど、これはですね、現在の証券口座に現金として待機している資金で、これの分母はどれかというとですね、この X 万円なんですよ。この投資ですね。ですから現在のですね、証券、口座、証券に投資している、まあ、株に投資している、資金とですね、キャッシュを足したものではないんですよね。あくまでもここが、これが分母です。これがどれだけ成長したかを見たいんでね。ということで、この X 万円の、この時の X 万円に対してですね、43.9% あるということですね。ですから、まあ、簡単に言うとこれ、含み益を全部解消して、仮に株式を全部払うじゃないですか。で、これ X 万円が何倍かになるわけですよ。ね。そういうようなことでございます。それで実現益ですね。これはですね、その年々に株式売却で、まあ、選定しますよね。全部はバサッと売らないです、私はね。ちょっとずつ選定して。で、こう、利益をこう、取っていくんですね。しつこいですから。しつこくないとダメですよ。で、配当金の、まあ、特にあれですね、三井住友銀行なんかは、まあ、1割でしたかね。それぐらい、まあ、ちょっと選定、しましたけど、それは利確するためなんですけど、まあ、全部売らなかったのはですね、もっと伸びる可能性がね、今後、金利が上がってあると。いうことでですね、そしたら、3分割することになっちゃって、ね。そうすると、株数がまた増えるんですよ。ね。ということで、まあね、面白いですよね。ということで、まあ、配当金は、まあ、大きいですし、ということで、まあ、売らないという選択肢もあったんですけど、まあ、その年々にですね、ちょっとはね、利益を出していった方がいいですよ。ただ、バフェットさんなんかも、バンカメを売ったって言っても、一部でじゃないですか。だからね、全部ね、バサッと売るっていうのは良くないですね。だってもう、可能性の目を全部潰してしまうことになるんでね。だからもう、さっきの種まく人ですから。ね。全部刈り取っちゃいけないんですよ。ね。で、2020年のこの時点の元手である X 万円を分母としてですね、この実現益も算出していきます。ですから、あくまでもこの X 万円がどれだけのこの利益をね、こう生んでいってるかということですね。それで、この現金はもう実現益はもう実現してますから、これは現金比率の中に入っていると。まあ、こういう考え方ですね。それで、要するに、複利でですね、どんどんこう投資資金を増やしていって、それで、含み益も200、まあ、100% 以上のところを確保して、それで、資産を増やしていこうと。まあ、そういうような考え方で。で、なおかつ、暴落にも備えようと。だから、暴落、どんと来いなんですよ。だこのですね、この現金比率が高いとですね、この、出動できるんですよね。その暴落が来た時にね。そういうことでございますので。一番はね、例えばこの、じゃあ、含み益をもう全部ね、こう食っちゃって。それで要するに、すべて現金に変えてですね、暴落を待てばいいじゃないかと。そういう説もあると思うんですよね。まあ確かにそれも考え方ですけど、それはね、博打じゃないですか。だから、その大暴落が来ないかもしれないと。で、いつ来るかもわかんないということでしょ。じゃあそれはね、ちょっとね、まあ、博打はやらないというね、考え方ですので。まあちょっとこういう考え方で私はやってるということですね。まあなんか参考になればと思いますけど。それで、まあ軽くね、ちょっと見ていきますけど、まず、モノタロウですね。随分こう、水準上がってきましたよね。モノタロウさん。ほんとね。2099円までいってますよね。PBR はもう11倍を超えてますね。で、1兆円時価総額超えましたね。まあ、これぐらいないといけないですよね、ここね。いけないってことはないんですけど。まあ、いいんじゃないですかね。6月の月次もすごい良かったですし、はい、いいと思います。それから、タスキさんね。これもね、600円台から700円台に来ましたよね。うん、これもね、非常に、新しい試みをいろいろとやってるんで、まあ、普通の不動産会社ではないかな、というふうに思うんで、私はいいかなと思います。それから、三協成功さんね、私が、いろいろ警告を発してるにもかかわらずですね、何もしないもんですから、とりあえず株価が下がっていくんですよ、こう。マーケットね。どうしようもないな、ここは、みたいな。なんかね、今日なんか出てますね。7月25日、何が出てるんですか。ツエル4年株式を取得。孫会社化に関するお知らせ。あ、そう。ツエルブって何の会社？あと、目黒区の会社ね。51% 譲り受けると。ツエルブが展開するブランド、プロダクトツエルブはデザイナー、川瀬正樹氏の知見をもとにタイムレスをコンセプトに創造性によって既存のベーシックを更新するものづくりを行っていると。そうなんですか。それでもいいけど、どんだけ売り上げあるんですかね。賞金300万円。面白いな。知らんな、川瀬正輝さんね。目黒のね。目黒はサンマでしょ、なんと言っても。まあ、どうでもいいんですけど。
まあ一応こうなんか投資してるよみたいな。でも、賞金300万円の会社は投資したって大した金がかかってないですよね。はっきり言ってその何とかしないと、井上さん、これはね、丸木くん来ますよ。村上も一緒にやっていきます。配当利回り 4% になってますからね。でも落ちるんですよ。ね。から三菱 HC キャピタルね。これも今日落ちてます。まあ全面安ですから、これもみんな落ちてるんですけどね。まあこれはまあでも問題ないんじゃないかなと思いますけどね。だって 3.86% も利回りあるんですよ。今日ね、三井住友が465円下げましたね。これはまあでもチャンスっちゃチャンスなんですけどね。まあトヨタとね。まあ、自己株、トヨタが自己株取得。1350万株でしたかね。見て住友持ってるんですよ、トヨタ株をね。で、それを、まあ、市場価格より低い、2700円台ですか。それでまあ、要するに、トヨタの自社株買いに、まあ、TOB ですね。応募するということになってますよね。それから三菱 UFJ。これも今日68円下がってますね。これはしかし、状況によっては、三菱 UFJ はこれチャンスかもしれないです。よ。もうちょっと下がると。1400円台来たら、三菱 UFJ は買ってもいいんじゃないですかね。さあ、思いますけどね。それから NTT ね、160円来てたんですけど、また下がっちゃいましたね。でも、これはですね、今買ってもいいんじゃないですかね。というふうな感じですね。ただ、まあ、私はちょっともう、今のところ買います予定はないです。結構目いっぱい持ってますから。ははね。で、私プラスなんでね。これ140円台なんですよ、私。なのでまあ、すごい株数があるんで。ね、いいです。高島屋下がってますね、138円。なんでかっていうと、これもジェフロントも101円下がってますけど、百貨店が下がる理由はですね、結局その、まあ、円高の、まあ、基調になってるでしょ。あれでもまだ安いんですよ。なんですけど、結局その百貨店は円安の恩恵をこぶってるんじゃないかと。で、それが円高に売れたらですね、インバウンドも減っちゃって、それでもって、ダメだろうという話になってるんですよ。とにかくね、今日本の経済の中で、まあ一番ですね、いいのはですね、そのインバウンドなんですよね。で、これ宿泊とかですね、それからまあ高額消費、まあこういうものが、要するに海外から来てるんですけど、それって、まあ日本っていうかまあその円を買う行為ですよね。で、ここだけがですね、要するに円買いなんですよ。で、それ以外はね、日本の人はもうオルカン買って円売りなんですけど、なのでですね、まあやっぱりこう、なんていうんですかね、インバウンドがですね、まあその伸びないとか伸びるとかって、でもね、来るものはしょうがないですよ。ね、止めない限りはね。で、まあこう、やっぱ、その、ちょっとこう、円高にね、ちょっと反応してる節がありますね。円高イコール、インバウンド減る、インバウンドイコール、インバウンド減るイコール、宿泊も減る、それから高額消費も減るという、まあそういう流れですね。それから JVC 圏運とね、これなんかあったんですか、ニュース。なんもないですね。26円下がってますね。ノートも何もニュースはないですね。8円下がってます。九州フィナンシャルグループね。でもこれ39円下がってますけど、まあ銀行株の軒並み下がってるんで。でも、あれですけどね、金利上がりますけどね。ね。わかんないですけど。まあよくわかんないですね。それから、ユニネクね。これもえらい下がってますね。これも意味がちょっとよくわからないですね。まあこういうことはありますよね。通りさんも、まあ結構下がって、まあ3円ですけどね。これね、ちょっと私は正直に申し上げますとですね、380円ぐらいで差し値をしてるんですよ。もうちょっと買いますぞと。何しろ、通りさんは 4.57 も利回りあるでしょ。だからね、ちょっと差し値してんですけど、刺さらないんですよ。ね。そこももう、だからもうちょっとこう落ちてきたらいいなと思ってるんですけど。これでも、決算発表だと下がるかもしれないですね。としたらね、いい決算出て売られるというパターン。だって改ざんはどうなんですかね。まあ、大してないですけどね。はい。セブン銀行、これもなんかお変わりはございません。でもまあ、下がってますね。ちょっとですけどね。で、北洋銀行ね。これ結構下がりましたね、23。なんか地銀良くないですよね、全部ね。銀行関係がね。それから AD ワークスね。これも何も別に悪い材料ないのに。全然ダメですよね。本当に。この愛人がどうとかって何ですかこれ。愛人 SDGs 死亡債を発行と。愛知銀行の銀行保証付き死亡債で資金調達を多様化していると。なるほどね。まあ、資金の調達ですね。それから芽吹きですね。あ、600円ね、あったんですけど。割れちゃいましたね。17円50銭。それから池田選手。まあ、地銀全部ありですね。それから高宮さんね。いい会社なんですけどね。本当に。高宮さんも、
これいつ決算ですかね。8月6日ね。うん、まあちょっとね。私はですね、こう横に広げる方が好きなんですよ。やっぱこう、種まく人でしょ。で、種あちこちのこう土壌に、こう、まいといた方がいいんですよね。で、こう、一つ銘柄にこう、そういう場合もありますけど、それは暴落した時ですね。この銘柄も勝負かけていいっていう。ね。そういう場合はやりますけど、基本的にはね、横にこう広くこうね、巻いていくっていうね。これは私の主義なんですよね。で、それに引っかかったのがこの JEH なんですよね。JEH はね、もうすごいですよ、これ。私の買い値から2000円これプラスしてます。現状。30円下げてもね。これは良かったですよね。本当に。なんか、今日、国内有力証券ってどこですか ?SMB? 岩井コスモ。岩井コスモじゃな。大したアナリストいないですよ。木曜株価4000円ね。まあ、いいんじゃないですかね。ね。で、私これは5000円はいくと思うんですよね。5000円が一応ね、目処でございます。それまでは粘ります。とりあえず4000円が来たんですね。はい。シェアテクもですね、まあ、プラスなんですけど、これもちょっと今日下げてますね。それからウェルスナビ。これはね、えらいマイナスです。私これ1500円台なんで。ね。ですけど、これはまあね、積み上がっていくビジネスなんで、まあ、いいんじゃないかなと思ってます。それでこれですね、こう、7月の23日にですね、三菱 UFJ ね、もともとこう、三菱 UFJ が、こう出資してる、を発表してるんですけど、で、これ15.64 からですね、15.77 にですね、この保有株数を増やしてるんですよね。だいたいですね、これ確か第三者割当同士もやってるんですよ。三菱 UFJ 銀行とですね、ウェルスナビの確約書ですね。確かに約束するよということで、2024年3月4日割当予定の、まあ、ウェルスナビの株式911万株ね。これを、まあ、買い付けるよという約束をしてますよということを、こう、わざわざ出してるんですよ。こうね。こう、お互いの社番ね。こういう社番は貴重ですよ。特にこの三菱 UFJ 銀行の、この社番はすごい貴重でございます。ここ、頭取で書いてありますよね。なかなか見れないですよ、これ。半沢直樹じゃないんですよ。半沢純一なんですよね。ね。どんなに上手に隠しても、私がきっと見つけるわ、直樹とか言ってる。愛之助ね。半沢。それと違うんですけどね。まあ、言って、こういう、このシャバンはなかなかね、これちょっと保存しといた方がいいかなと、ね、保存します。ね、なかなか貴重ですよね。それでですね、何の話でしたっけ？あ、そうそう。ということで、まあ、そもそもそれで株価がね、希薄化してるんで、まあ、それは当然ある程度下がりますよね。当てる必要はないんですよ。ほんで、ポラリスね。これ、ここホテルですね。いいんじゃないんですか？別に。それから、鳥越くんね。ほとんどおとなしですね。おとなしい。リムが何もしないもんですからね。リムが何もしないかなと思ったら、実は、密かに買い進んでたりするんですよ。わかんないですよね。だけども、これ、5% 保有が出てないですから、わかんないですよね。でも、こいつ危ないですよ。0.45 倍の PBR は。ね。めちゃくちゃ危ないです。それで、まあ、PR はちょい高いですけど、そうですね。105億キャッシュ持ってますからね。その他にもいろいろ持ってんですよ。これ、総資産の中に。140億ね。これ、狙われる可能性大です。借金ゼロですしね。典型的な狙われやすい会社ですね。まあ、三協成功もそうですけどね。あ、イントラストね。これ特にニュースないですね。まあ、これも、だけど、まあ、うん、家賃保証はこれから必要なビジネスなんで。いいんじゃないですかね。カーリットがちょっと下がりましたね。36円マイナスね。1500円ぐらいあったんですけどね。あ、でもこれ長期的に見ると、爆薬いりますんで。ね。これから、ますます、うん。いいんじゃないかなと思いますけど。はい。平松ね。これ動かないですよね。これ決算待ってる感じですかね。8月14日。うん。そんな感じですね。はい。それからオンワードね。ちょっと上げてますね。特にニュースはないですね。ニフティ LS。これなんかニュースなの？お部屋探しならニフティ不動産どうでもいいんですけどね。これはまあ、これ営業利益率が高いですよね。なんでちょっとなんかあったらすごいぞというね。私の例の考え方でね。あとフィンテック LS ね。あ、違った。フィンテックね。これはまあ、やめてもいいですけどね。映画デジタル証券の発行を予定するとか、なんかわけのわからん方向にいろいろ言ってんですよね。どうでもいいかなとは最近はちょっと思い始めてるんですけど、まあいいですよね。TKP はね、本当、まあ、長らくマイナスだったんですけど、
もうめちゃプラスになりました。ね。確かこれ1800円ぐらいまでいったんじゃないですかね。ね。確かレーティングも最上位継続で、なんかすごいですよね。2600円になってますよ。SMBC 日光ですよ。ね。それからノバレーゼね。これはもう TKB の絡みで買ったんですよね。でこれ320円今日ね、3円下げてますけど、これも儲かってます。はい、大丈夫です。でノバレーゼの施設をですね、TKP がパーティー用に、まあ、使うという平日ね。そうすると稼働率もめちゃくちゃ上がっていきますし、儲かると思いますね。はい、日野自動車結構下がってきました。これ400円を割れたらですね、私買い増します。ね。トラックいるんですよ。で、昨日ちょっと見てたら、ディーゼルに関してもですね、基本的にトラックディーゼルじゃないですか。ディーゼルに関してはですね、その、要するに、いわゆる、電動車によるですね、カーボンニュートラル。あの枠組みの中に、トラックは入ってないんですよ。トラックとか、バス。で、それって、輸送じゃないですか。で、なかなか難しいっていうことがあって、省いてんですよね。っていうことは、相当生き延びるんですよ、これ。今のままでも。ということでね。から、全保連ね。これも保証関係ですね。まあ、これは配当が高いんで、それでまあ、持ってるんですよね。で、どっちを持つべきかなっていうふうに考えると、まあ、配当の高い方を持った方がいいですよね。だから、まあ、ひょっとしたら、イントラストいい決算出て上がってきたら、これ売ってですね。ほんで、まあ、全保連買うっていうね。全保連買いますとかね。そういうこともあるかもしれないですね。から、あとトライとね、今日ちょっと上がってますね。逆光高ですね。共にね、これはまあ、地銀で他に買えるとこないかな、ということで、徳島大正銀行と、それから香川銀行ですね。ここが合体して、共にやっていこうよっていう。大阪、東京と店舗広域型。とにかくね、貸し出し先に大阪がえらい多いんですよ。まあ、大正銀行が大阪だったんで。それからまあ、東京にもあるんですよね。で、結局大手銀行が貸さないですね。融資指定が厳しいところに、まあ、貸してあげるんだから、まあ、すごいありがたいですよね。確かクォーツさんだったと思うんですけど、なんか、大小銀行からですかね。なんか、結構、資金繰りのきつい時に、クォーツさんの会社だと思うんですけど、クォーツさんが経理をやってたらしくて、借りてましたみたいなコメント入ってましたけどね。なんかそういうリアリティありますよね。やってることがね。ともにさんね。それで今日買ったシンクロですね。はい、もうキッチンカーに惚れましたね。キッチンカーの商売いいよな、みたいな。なんとも言えないな、みたいな。でとにかく、求人もやるし、それから、物件ね、飲食店の、実際の店舗ですね。で、キッチンカーで儲かったらね、お店開きませんかって、やっぱ自分のところでも。で、ついでに厨房も EC で売るんですよ。厨房の設備の中古のやつをね。それ、あれ、居抜きで売ったりとかね。そうすると儲かるでしょ。っていうようなことなんですね。はい。ということでですね、本日のメガ点検ね、ざっくりですけど、まあ、こういう状況でもですね、含み益は 102.5% あるでしょ。ね。だからね、含み益を持っておくっていうことは、もうどれだけですね、精神的にですね、安心できるかということをですね、まあ、実感してるんですね、私も。で、皆さんもですね、そのようにですね、行動していただければね、投資をしていただければ、大変よろしいのではないかと。すっごい下がった時こそチャンスですから。ただね、個別銘柄で企業をきちんと見極めないといけないですよね。ということで、ちょっと私もトレンドありますけどね。こういう、ミックス係数のみで選んでいくと。それはまあ、コロナ禍の時はそうでしたね。コロナ禍からの回復過程の時はミックス係数を重視してました。決して最近はどっちかというと、営業利益率とか、PR ですね。これを重視しますね。だから、それでいくと、TKP の 13.5 倍っていうね、PR は割安なんですよ。全然。で、TKP の営業利益率ですよ。こうバーッと見たらですね、わかるんですけど、こんな感じですよ。19%、11%、12%。ね、7% もありますけど、16%。だ、これ以前が1桁台だったのが2桁になってきてるってことは、すごくいい状態になってきてるってことになるんですね。なんで、私はですね、そういうですね、より営業利益はもうね、2桁ないような会社はですね、いやー、買いたくないですね。ね、安全弁がないってことですから、それだけね。安全マージンって言うんですよ。そういうのをね。なんか、バフェットさんの本とか読むとね、安全マージンがどうたらって、株主の手紙にきっと書いてあるんでしょうね。それ余裕がないってことですよ。簡単に言うとね、利益がないと余裕が出ないでしょ？何でもそうなんですよね。はい。そういうことで、本日終わりたいと思います。もうそろそろね、ちえちゃんとこ行かなきゃいけないですよ。ね。税理士さん。ね。ということで、終わりたいと思います。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記。本日はここまででございます。ラブちゃんが隣にいます。にに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 。ね。というようなね、変なチャンネルなんですけど、気の合う方が、どうもいらっしゃるんですよ、結構ね。ということでね、
引き続きですね、ご覧いただきたいと、お願い申し上げるとともにですよ、波長のあった方はですね、チャンネル登録をね、していただければ、すごく嬉しいかなと思いますね。あと、まあ、高評価ボタンはぜひともお願いしますね。それと、銘柄リクエストはですね、苦行なんですけど、日曜日とかにはね、やりたいなというふうに、まあ、思っておりますので、お寄せいただければと。いつになるかわかりません。決算が終わってから、っていうこともありますので。それはもうね、ご承知おきいただきたいなと。いうふうに思いますね。私これ商売でやってるんじゃないんで。ね。基本的には私の日記ですから、私の投資成績が上がるがための、すごい身勝手なチャンネルなんでね。ははね。で、そのついでに、まあちょっと皆さんからもいろいろちょっと、銘柄を募ってみたいなと、意見も聞いてみたいなみたいな、そういう感じですね。はい。そういうことで終わりたいと思います。長時間のご視聴、誠にありがとうございました。ではでは。